どうもカーロンです。今回もですね、みんなでバトルやっていくんですけど、ネコクッパを倒してからゴールと。これスタートしてめっちゃむずくね。あ、決まったね、ヒップドロップ。そしてまあこれは、ね、素直に入っていいよね。だって上クリボーと、俺ねクリボーに結構殺されてますからね。結構クリボーにぼ、いやこれさ土管からでもね出てくるよね。そうだよね、怖すぎ。乗って、いや、やべ、カックやべ、カックにボコられる。やべ、あれはやばい。うわー、そこか。やべ、これやばいな。これ入れたりしない、これ。入れたりしないのか。猫で倒すのじゃあ、これ。猫でと、うわら、やばい、俺が死ぬ。ファイヤーとか出んのかな、どうなんだろう。出そうだけどね。あ、出る。ファイヤーが出るんだったら、ファイヤー取った方がいい。ファイヤー取っておいて、あ、でもマリオ持ってんのか。やばい、これ。おい、猫。猫さぁ、ちょっとさぁ、やばい、邪魔だな、猫。鍵奪うのは猫が一番結構強いんだけどさぁ。こう奥になんも、あー、奥になんかあるな、これ。いやぁ、これ俺、いけっかなぁ。どうだろう、わかんないけど。猫のまんまの方が良かったかも、ワンチャン。そっちの方が良かったかもしれん、ワンチャン。焼ける、やれーやれやれやれー、俺だ、とった。こう、はい。やべぇ、猫が待ってる。猫が待ってる。やべえ、猫が待ってる。なるほどね。こっから冷静に行ければいいって感じだろうね。なるほどね。猫は強いんだよな。おい、どこに行く？青きのこ、お前。青きのこ、お前、どこに行くんだ、青きのこ。取って。猫がやばい！猫が来てる！猫が来てる！やばい！おっしゃ、行け！おー、オッケー！おー、やったー！猫マリオのね、クリア条件、奪いの性能って、めちゃくちゃ高いっすもんね。いや、勝ててよかった、これ。しゃあ。ハンマー、プラティク、あー、ハンマークティスみたいな、そんな感じだったよね。ってことはよ、みんな大好きハンマーが出てくるんだよ。まあ、どこで手に入れるか、手に入るかどうかわかんないけど、てか、もしかしたらハンマーって読むかもわかんないけど、これ上には行きたくない。バカ、やめて、マジで。いや、もうやめてよ、マジで、そこで持ち上げんの。めっちゃ遅れるから、それ、ほんと。うわー、なんか飛んできたね、カロンじゃねえや。ノコノコがさ、心配してたじゃないですか。いや、来て、アイテムは取ってくんないよな。まあ、あいつアイテム取っていくと思うんで、怖すぎ。ねえ、リスキルやめて。リスキル、うおー、怖すぎ。いや、これ、甲羅が後ろから来る。え、違うのか。ってことは、どっかでハンマーを採取しなきゃいけないみたいな。出たハンマー。これハンマー強い。あ、違うな、これ上だな。これ上っす。オッケー。あ、壊していけばよかったな、あれ。まあまあ。でも先に行って土管を塞ぐことができれば俺が勝てる。オッケー。そういうことだろ、多分。オッケー。どこに行けばいい、これ。あとどこだ。上か。オッケー。入ろう。入っといて、そして、オッケー！来たー！勝利の方程式！完成していく！勝利の方程式完成し、マリオチャーラお疲れ様でした。もう一個。もう一個投げておく。やったーリダイアしていく。じゃあな、キノピコ。さあ、もうそろそろ行きますか、じゃあ。そうだね。もうなんか、あいつらいなくなったみたいですし、行きましょう。先をね、急いでおきますか。さあ、開けて、あとはもうゆっくりね、攻略すればいいからね。いや、あそこ開けたいなとか思うんだけど、ね、先がまだゴール見えてなかったからね。ってわけで、お疲れ様でしたと。やっぱハンバーはね、たまらんく楽しい。やばいこれ。自動で動くコースと。やめてくれー。だってさ、みんなでバトルじゃん。でも結構みんなでバトルやってると、全自動のコースって出てくるよね。さあ、やっていこう。で、自動で動くって書いてるけどさ、これ動かなきゃいけないじゃん。3、2、1、5、OK。これ上からでいいよね。OK。頭抜けたんだけど、これさ、どうやって、あー、マジか、頭かして、 OK！ よっしゃーセーフ、うん、ポールに触れれば、セーフなんで、マイナス2とかしか取られないしね。よっしゃー普通に難しいコース、www。何笑ってんねん。これみんなでバトルだぞ。難しかったら、いやなんかね、一人用で難しいコースはね、バトル用だとね、恐ろしい難易度に貸すからね。これ絶対欲しいもん、これ。1、5、いや取れる！オッケー！取って、いや、ラグ、待って、ラグはやろう！
バカバカバカ。オッケーオッケー。乗っていこう。オッケーオッケー。もう完璧よ。俺もう行くわ。怖いから。ファイヤーあった方がいい。良さそう。だよね。こうファイヤーあった方がいいな。で、このクッパは貫通できる。だよね。そういうことなんだよ。しっかりとシステムを把握してる男なんだよ。お疲れ様でしたと。いや、素晴らしい、これは。でもこれ最初のアイテムゲーだよね、最初。とりあえず。ネコマリを取れないと進めないと思うわ。しゃあ滑る力はこんなもんじゃない。え、どういうこと？まあでも、滑りたいみたいなコースなんだろうな。そういうことなんだろうな。え、これさ、どうやって突破するんだろう。は、矢印あるけど、なんか流れてきたりすんのかな。どうなんだろう。え、どうやって突破するんだろう。あ、なるほどね。そうやって滑って倒していく感じか。なるほど。オッケー、じゃあ俺上から行こうぜ。上にもルートあるから。あー。これ絶対違うじゃん、こんなの。ねえねえねえ、どいて。どいてどいてどいて。どいてどいてどいて。帰る帰る。僕帰る。僕帰るよ。これさ、スイッチを入れてこないと滑れないんだよ。そうなんだよ。そういうことなんだよね。これ滑、いやいやいや。これスイッチ変えないと滑れないからね。あー、まあ任せるんだけど、他の人に。オッケー。入っていっといて、まあ俺も入ろう。これって持ち上げられたりしたっけ？うわーって！これ死ぬ、これ死ぬ。これバネで、滑って、もう、邪魔だなー。高速で死んでいってよ。高速で死んでいくからやめて、マジで。ルイージはさ、待って。沼プレイやめて、マジで。いや、マジでやばいから。地獄でしょ、これ。いけるかな、俺今なら。いやいや、やば。あいつらが争って死んでからにしようぜ。そうしよう、そうしよう。いや、俺もさ、滑っていきたいっすもん。だってもさ、いけないんだよ、これ。だって、ルイージが邪魔なんすもん。ルイージをさ、押せないこれ。どうだろう。ワンチャン押せないルイージのこと。で、ばあルイージどいて。どいてルイージ。オッケー。オッケーオッケー。入っていこう。青きのこかわいそうだけど、まあまだまだ長そうだしね。どいてルイージ。おーバカバカバカ。オッケー、入っていこう。まあ、そういうことでしょ、多分。オッケーオッケーオッケー。ルイージも死んでいってるから、俺このままもう行きたいっすよ。多分滑ったままでいいんだろうね、これね。そういうことなんだよ。ゴール頑張りましょうと。おい、ルイージ行くよ、行くからね。いいの？行くよ？え、いいの？わけわかんねえけど、メンヘラか、お前は。いや、でもこれは良くないな。メンヘラがみんなこんなわけじゃないから、なんかね、怖い話とかの、私メリーさんだっけ？あれ似てるよね。後ろにいるのっていう最終的にね。そんな感じ。うわー、これ前行けなかった。マジか。いや、これでも行け。めっちゃ怖いんだけど、これ。上説、あー、木箱持ってけば、あー、まあまあまあ、でも、木箱持ってたとしても防げなかったから、防げなかったからか。うん。まあ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 。これ、P スイッチは絶対に押しちゃう。待て、これは、どうしよう。これ多分走っていくんだよな。押して、OK！ 行こう行こう。あー、でも上、これ上じゃないのか。横なんかな。ゴールあんじゃん！待って、これ、かー待って、そんなに嘘だろ、お前さ。うまい、ゴール！あー、まだまだ間に合う。まだ助かる、まだ助かる。これいけ、いや、いけねえな、これ。いや、でも、ルイージ死んだっぽい。この感じからすると、結構トロールコースみたいな、なんかそんな感じに俺思えるんですよね、これ。トロールコースじゃないこれ。ね。さあ、行こう行こう。P はやばい。なんか上行けそうな気もするんだけどなぁ。どこなんだろう。ね、上行けそうだったよね。そんな感じあるよね。え、ゴールしてんじゃん、マジかよ。くっそお前、そんなとこにブロック置いてんじゃねえよ、マジで。くっそうんち。ワールドの1の4と。で、ワンアップキノコを2個取ってからゴールと。これ再現ステージだよね、多分ね。で、でもみんなでバトルタグついてたしな。あー、すげえ、このコース。これ下有利だろ、絶対。3、2、1。これヘディングすることによって、結構プレイヤーキルできるはず。2キルしていく。あとは冷静に行くのがベストなんだけど、めっちゃ怖い、これ。ねえ、みんなこれ怖すぎないこれ。やばいやばいやばい。もうね、指先が狂いそう。え、最後細くないこれ。待って、最後細い。ワンアップキノコ、ここか。オッケー。オッケーオッケー。死んでるから、死んでるから今のうちに、奪っていこう。オッケー。結構時間あるよね。待って、冷静に行きたい、冷静に。オッケー。死ぬなよ。あー怖い頑張りましょう。いや、めっちゃ怖かった。でも、初動にキルできたしね。いや、この試合はめちゃくちゃ楽しかった。